こんばんは、勝則です。今日も体重と食事を記録していきます。まず白菜とキャベツを4枚食べやすい大きさに切って加えます。強火で火をかけます。ここにこんにゃくを1丁入れます。豆腐も1丁加えます。蓋をして中火に4ですね、中火と弱火の間ぐらいにして置いておきます。次にサラダに入ります。キャベツや白菜の外葉、硬いところは炒め物に使います。で、ある程度剥いだ後、柔らかくなった内葉とか芯葉をサラダに使っていきます。こういう柔らかい葉の方がサラダにして美味しいですから、カット野菜はどうしても包丁の切れ目から傷んできます。ですから1個で買って、こういうふうに灰で使っていきます。で、外葉は炒め物、煮物、蒸し物に使って、内葉になってくると生野菜、サラダとして使ってくださるといいと思います。で、干しぶどうを加えます。今日はフライビーンズも入れます。マヨネーズ、これは好みですね。僕は大好きなので使いますが、ダイエットを重視される人はフライビーンズではなくて普通の豆類を使ってくださって、マヨネーズもやめて、ポン酢ですね、ポン酢をかけて、焼きそばソースやトマトケチャップなどをかけてください。僕はこれにさらに酢を加えます。これでサラダが完成です。で、今日はこれに夜食としてバターピーナッツも食べます。大好きです。やめられません。体重もちょっと減ってますので食べさせてもらいます。それでさっきの炒め物に戻ります。自分でかき混ぜることができるときは強火に戻すんですが、蒸し焼きにしているときは焦げてしまうと嫌なので、だいたい弱火から中火で、 IH でいうと4から6で、どれぐらいその蒸すかによって変わりますが、だいたい4、長時間放置するときは1にすることもありますが、4のことが多いですかね。外葉は硬くてあれなんですが、こうしてしっかりと蒸したり炒めたりすると十分柔らかく美味しくなります。僕はポン酢とか塩味が好きなので、こういう
酢で炒めたりします。何も加えず、塩も何も加えず炒めることが多いですが、しっかりとした味付けがお好きならばトマトケチャップとか、焼きそばソースとかとんかつソースとかで炒めてくれはったり、なんでしたら味の素、コンソメスープ、和風だしの素なんかで炒めてくれはると結構美味しくなります。中華スープの素で炒めると美味しいんですが、あんまり化学調味料が入っていると喉が渇きますので、僕は何も加えずに炒めることが多いです。これで十分炒まりましたね。これを皿に入れて、キムチの素をかけて完成です。持っちゃいましたね。こういう感じですね。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。